先ほど通ってきたのはヌタフクノ線という林道でしたね。ここが終点でございます。で、この奥にトンネルがあるらしいんですけども、法華経。あれですかね。絶対違うよな。トンネルではないけども、なんか人工的に作った防空壕とかなんかかな、あれな。あれなんだと思う？あれ、防空壕跡っぽくない？うん？左下もそうだし、右上もそうだし。ああ。じゃあちょっと行ってみるわ。じゃあちょっと行ってみるけど、あなたじゃあちょっと持って。今腰にぶら下げようと思ってた。あ、じゃあ一回これ切っちゃっていいよ。あ、でもうちが登ってる姿撮ってもいい。いいよ。じゃあそうする。はい。でガラケーで撮ってみる。いや、私ここで待機してればいいの。はい、いってらっしゃい。全くね、光でね、何が映ってか分かんないよね。くれぐれも。気をつけてくださいよ。無理ならやめた方がいいと思うんだ。うん。無理しちゃいけないと思うよ。うわ。あ、軍手は？あ、やってるね。映ってんの？うわ。土地狂ってんの。土地狂ってるわ。なんだこれ。いやいや、危ないからなんだこれ言われてもな。でも謎だね。なんでしょうこれね。でもなんかね、はい、別に奥に繋がってるわけじゃなくて、はあ、まあ確かにこの仏像でもあったのかなっていうね。うん。なんかこんな感じの作りだな。そういうことは向こうの穴もそうなんだろうね。じゃないかなって。じゃねえかなと思うわけですわ。あ、結構これ人工的に固めたような感じがするな。なるほどね。よくわかんないけどね。あ。うん。なんだろう。わからん。結論わからない。うん。ということはこれ。あったような気がしないでもないけど。でも、何のために？そこだけなの？え？そこだけなの？でもこっちが人を行ったような。大丈夫かい？ああ。危ない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 。危ない危ないよ。あっち側もさ、人が入った形跡あるじゃない？もういい。トンネル行こう。はい、あっちで一回切るの。いや、そのまま行こう。あのね、高音がどうのこうの。あ、じゃあ一回切るか。